大分県日田市。ダメだ、次。お、こりゃ口角臭いんじゃないの。マジ？口角どころか全長モードじゃんこれ。いやー、はしご打ちをしているとこんなこともあるんです。リーチ目マシンの頃にリーチ目が出ている台を拾った感じに似ているな。リーチ目マシンか、楽しみだな。ってまずはこっちが先だな。しゃあ!8台の北斗をはしご打ち、うち2台がヒット。収支はプラス2万3000円なり。さーてと、なかなか良さげな街だったけど、ぼちぼち先に進まないと。先に和歌山県から九州に戻り、まずは大分県日田市で2日ほど稼働。そして4月8日、次なる目的地福岡県へと移動。満開だ。見事なもんだな。あっちも、あ、こっちも、あ、なんだか思いのほかたくさんあるもんなんだな桜って。それにこんなに綺麗なもんだったっけ桜って。たまたまこの辺りだけかな。それとも今まで意識したことがなかったから気づかなかったのかもな。去年まではそんな余裕なかったしな。もしかしたらただ年を取っただけかもしれませんが、この大分福岡間で見た桜はどの桜もこれでもかってぐらいの満開状態でとても綺麗でした。そして夕方6時過ぎ、福岡県太宰府の桃花店へ。しゃあ、やっと着いたぞ。実はこのホール、今回の旅に出てからずっと楽しみにしていたホールなのです。というのもこのホールには、頼むぞ、よかった、まだ生きてたよ。予告音もフラッシュもないリーチ目マシンがあるからなんです。じゃあまずは台選びから。1529ゲームということはかける 1.16 で、この頃のアルゼマシンはデータ機器にリプレイがカウントされないので、ゲーム数にリプレイ確率をプラス。1774ゲームか。でビッグが6にバケが5ということは、単純に考えれば設定4相当か。設定1でもほぼトントンになるほど甘い台だからな。これは打つしかないでしょ。そして投資16,000円。ふう、やっと来たか。久しぶりのリーチ目である。せっかくなのでリーチ目も堪能。っていつまでもやってるわけにもいかないしね。ぼちぼち。でお次はビタ外し。大成功。いやー、どんなに久しぶりでもリール一周のタイミングが体に染みついてるんだよね。この日閉店11時までたっぷりと BMAX を堪能させていただきました。で収支的にもきっちり勝たせてもらいました。2733ゲームでビッグ8回、レギュラー5回、1900枚ちょうどのコインを獲得。収支はプラスの2万2000円なり。その日は福岡空港近くの健康ランドに宿泊。そして翌朝9時にチェックアウト。再び BMAX 設置店へ。今日は丸一日打っちゃうのだ。開店は10時だが、9時30分に入場順を決める抽選会があるんです。そして抽選の結果は50番か。BMAX 大丈夫かな、5台しかないのに。そして10時、頼むぞ、50番目に入店。すると BMAX には
すでに4人の客が。残る1台は昨日僕が打ってた台だった。前日の優秀台ということで皆さん避けたようです。仕方ない、打てる時に打っとかないと。もう打てないかもしれないしな。それに何より甘い台だからね。低設定でもそこそこの収支なら十分期待できるしね。ただしきっちり DDT やビタ外しを決めればの話だからな。気合は入れないとな。すると投資6000円でシャーでもって、その後もてな具合にコンスタントに当たってくれて、最終的には2528枚交換で換金は5万400円、収支はプラスの4万4400円。レギュラーが設定1を下回っているにもかかわらず、ビッグを設定3に相当する確率で引けただけでこんなに勝つことができた。いやー、やっぱビーマは美味しいな。僕が BMAX 障害成績で350万以上も勝っているのはこの甘さがあってこそなのです。でもそんな台がみなし機としてなくなっちゃうなんて本当残念だよな。翌4月10日は去年かなり状況の良かった長崎、佐賀を回ってみた。まずは去年パラダイス度 AAA の長崎県佐世保市に向かう。相変わらず状況は良さげであったが、負けた。北斗で6万5000円も。いや、結構高額確定演出の台拾えたんだけど、肝心のレア子役が引けないんだもんな。4時間打ってバトルボーナス初当たりは2回2連 &2 連だけだもんな。しかし佐世保市の AAA 評価は変わらず、他の地域に比べると良いと思うし、僕以外の人はよく出ていました。佐賀県では鳥栖市の北斗150台設置店東華ではしご打つも、また負けちゃいました。11,400円。結局この日は計76,400円も負けちゃったわけで、せっかく BMAX で勝った分を台無しにしてしまいました。とほほん。そして4月11日、九州シリーズ最終日、僕が向かったのは福岡県のまたまたレトロ台設置店といっても BMAX ではなく、もっと古い、あった、ライトアランプ設置店。懐かしい。そしてさらにパルサー WX 設置店に、ユニバのオリエンタル設置店でもって対応のハイアップターボに、サミーのアペックス30の設置店。いやー、福岡は本当にレトロ台設置店が多い。中には初打ちの台もあったり。いやー、もう十分楽しませていただきました。はい、というわけで九州シリーズもこれで終了。今回は結局収支的にはよくありませんでしたが、 BMAX ではきっちり勝たせてもらいましたしね。それに満開の桜もたくさん見ることができました。ここに来てようやく桜前線一人旅っぽくなってきたな。次はいよいよ本州の桜か。いやー、楽しみだな。とはいうものの、ぼちぼち散り始めてる桜もあると聞きますし、ここからは大急ぎで移動しないとね。よーし、やるぞー。